なんか井上尚弥がボクシングで活躍していくほど気づいたものなんですけど、うん。 本当に最終的にマイク・タイソンとかフロイド・メイウェイズとかそのレジェンド・スタティスのボクサーとして覚えられると思う。今の進んでるパーは間違いなくそこにある。前はただスーパー強いチャンピオンっていう感じだったけど今ガチでマイク・タイソンとかああいうふうボクサーになるって思ってて俺が特に思うのがね例えばねスピードアンじゃ井上直也。 俺ね、ナスカー天身も速いと思ってる。例えばじゃあ、ハンドスピードね。例えば井上ナインもハンド超速い。うん、ナスカーも速い。よく聞かれる、どっちが速いのって。うん、俺はね、実はね、そこら辺のスピードは実はそんなに変わんないんじゃないかなと思ってる。うんうん、でも、井上パワーがあるじゃん。パワーがあるから、迎え撃つ方として、うん、すっげー神経デリケートになってるがゆえに、うん、反応できないんだと思うの。わかるうん、うん、当たった時に、 とととんでもなないことになるこにるるを知ってそう恐怖があるから,そるから一瞬の,その判断が体の中で遅れてるんだと思うんだよ<ー>その井上の攻撃に対してそう、うん、例えばえー、ナスカーだったらちょっとリスク取れるんだよナスカは天心がパンチ力ないって言ってるんですかいやいや <laughs> またなんかちょっとこうアンチとかよろそうな、リスク取れるんだよ。わ <laughs>、はいうん、かる <laughs>、うん、そう、リスク取れるし、うん、その、恐怖が全くなくて、うん、100%自分がやることに集中できるから、うんうんうん 相手のパンチにもより早く反応できると思うん井上相手にそれをやるとや,やっぱりさわかるかなそうもうフリーズがあるからうん、うん、それでみんななんかやっぱり反応が遅れて、うん、あ,のあからさまなスピードさっていうのが出てるんじゃないかなって俺は思う、うん、面白い理論ですねガ、うん、ワーっていうのは絶対関わりが関係してると思うんだよ、まあ、要は那須川天心と井上直弥どっちのがスピードあるっていうと、うん、まあもしかしたら那須川天心かも でも<れ>そのパワーがあるからそうパワーがあるから結局そのスピードに遅れるのは井上かなとあともう一個いろんなスピードがあるハンドスピードはもしかしたらナスカンの方が速いかもしれない、うん、でも井上はこの移動のスピードも含まれてるから移動のスピードは圧倒的に井上の方が早いなと思う,うこのワンポジションからの足,足,の足のパン,パン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 っていう そう。すごいよね。he does, the, literally does the splits. そう。<laughs> あれ<う>なんなのもう。だ、俺だから、それに対する表現方法がもうないから、俺瞬間移動って言ってる。瞬間移動ドラゴンボール見たことある <laughs> 俺ないないんだあー、悟空が使うんだよ。瞬間移動って。もう、こっからピュンって言ったら、もうすぐ、そこに、あの、行くんだけど、もう俺本当に瞬間移動だと思うもん。やばいよね。そう。瞬間移動してぶ殴って、瞬間移動で戻るからね。 まあスピードもいろんな種類があるからっていう話ですよね、うん、本当にね例えばこう打ち分けるスピードだとか、うん、そういうのはナスカ天使の方が早いっていう可能性はあると思う、うん、本当にあると思う、うん、でもなおやと多分こうやって向かい合うと、うん、もうその恐怖ですげえ体が固まってしまってうん、うん、反応がそれで遅れる,るこれがちょっと答えなんじゃないかなってな、ね、天のその空いた瞬間を ずわっとつく、あれはすごいよね。うん、すごいね。すごい。あれもなんか、うまくマーケティングしてほしいな。うん